こんにちは。今日の講義は書籍ファシリテーションの教科書、組織を活性化させるコミュニケーションとリーダーシップです。ファシリテーションという言葉を聞いたことがありますか？もしくは会議やチーム内でのコミュニケーションがうまくいかないと感じたことはありませんか？もしそうだとしたら、この書籍はまさにあなたにとっての救世主となるでしょう。ファシリテーションとは、会議や議論の中で参加者やチームの意見を引き出し、より良い結果を導き出すための手法やマネジメントのことを指します。この本の著者は大手企業やビジネススクールでの豊富な経験を持ち、ファシリテーションのプロフェッショナルを育成してきた実績があります。この書籍はリーダーシップの中核となるスキルとして、ロジカルシンキングやクリティカルシンキングを活用しながら、参加者の感情やコミュニケーションを大切にするアプローチを採用しています。つまり、単に論理的な思考だけでなく、人々の感情や意見を尊重し共有することで、より効果的なコミュニケーションが可能となるのです。この書籍は以下の2部構成となっています。第1部では、自己見という議論の準備段階に焦点を当てており、議論の出発点や到達点を明確にする方法、参加者の状況を把握する手法、そして議論すべき論点を洗い出し絞り深める方法について詳しく解説しています。第2部では、裁きという議論を活性化し思考を導く段階に焦点を当てています。ここでは、発言を引き出す方法、発言を深く理解し共有する方法、議論を方向付け結論付ける方法など、実践的なファシリテーションの技術やノウハウが紹介されています。この書籍の特徴として、各章の最初のページには議論の場で起こりがちな状況や、ファシリテーターが陥りがちな状況をイメージできる短いストーリーが掲載されており、その章のポイントとなる重要な問いが示されています。これにより、読者は具体的な議論の場をイメージしながら理解を深めることができるのです。この書籍を通して、あなたもファシリテーションの力を身につけ、組織やチームを活性化させるコミュニケーションとリーダーシップのスキルを磨くことができるでしょう。そして、部下や関係者とのコミュニケーションがスムーズに進み、より良い結果を生み出すことが可能となるのです。この書籍を手に取ることで、あなたのリーダーシップスキルやコミュニケーション能力を向上させ、組織やチームの成功に貢献することを心から願っています。ぜひこの機会に書籍を読み、その知識とノウハウを実践に生かしてみてください。それでは、皆さんがより素晴らしいリーダーとなることを楽しみにしています。この書籍は、あなたのコミュニケーションスキルを次のレベルへと引き上げる鍵となるでしょう。なぜなら、日常生活やビジネスの現場でのコミュニケーションは非常に複雑であり、人々の感情や意見を理解し共有する能力が求められるからです。ファシリテーションの手法を学ぶことで、あなたは他者とのコミュニケーションを円滑にし、共通の理解や合意を形成する力を身につけることができます。この書籍が提供する具体的なツールやテクニックは、あなたが議論や意見交換の場で積極的に参加し、自分の考えを効果的に伝える手助けをします。特に、参加者の状況を把握することや議論すべき論点を明確にする方法は、多様な意見や視点を持つ人々との対話で非常に有用です。また、この書籍のアプローチは、ロジカルシンキングやクリティカルシンキングを基盤としています。これは、情報を批判的に評価し適切に分析する能力を高めることで、より質の高い意思決定をサポートします。このような思考力は、リーダーシップのスキルとして非常に重要であり、組織やチームの成功に直結します。さらに、この書籍は対立や感情のマネジメントにも焦点を当てています。これは、人々が異なる意見や価値観を持つ中で、対立や摩擦を避けつつ建設的な対話を促進するための鍵となるスキルです。感情に働きかけることで、人々の心に訴えかけ共感や理解を深めることが可能となります。さらに、この書籍はファシリテーションを合気道と比喩しています。合気道は相手の攻撃を受け流し、そのエネルギーを利用して相手を制する武道です。この比喩は、ファシリテーターが議論や意見交換の場でのエネルギーをうまくコントロールし、ポジティブな方向へと導く能力を象徴しています。この書籍の内容は、単なる理論だけでなく実践的なノウハウも豊富に含まれています。これにより、
読者はすぐに身近な状況に適応し、実際の議論や会議でのコミュニケーション改善に役立てることができます。この書籍はあなたが日常生活や仕事の場で直面する様々なコミュニケーションの課題に対する新しい視点や解決策を提供します。そしてそれはあなたが他者との関係を進化させ、より意味のある対話や共同作業を実現する鍵となるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、健康でなければ知識を生かすこともさらに学びを深めることも難しいからです。健康的な体は健全な精神を支え、その結果学びや成長に対する意欲や能力を高めます。そこで健康管理と美容に特化したサービスが注目を浴びています。その一つがライズアップ結果にコミットプライベートジムです。このプライベートジムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、食生活やメンタルのマネージメントにも重点を置いています。30日間の無条件全額返金保証があり、1日50分、週に2回の無理のないトレーニングで理想の体を手に入れることができます。個室のプライベートな空間でトレーニングを行うため、他の人の目を気にすることなく集中して取り組むことができます。特に注目すべきはマンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめである点です。トレーナーが作るあなた専用のプログラムを通じて、無理な食事制限なしに健康的に痩せることができます。そして30日間無条件全額返金保証がついているため、安心して取り組むことができます。もう一つのサービスはライズアップウーマンです。このプログラムは女性専用のトレーニングプログラムであり、洗練されたプロポーションに導くことを目指しています。ウエイトトレーニングや食事管理、美容マシンによる手術など多彩なプログラムを提供しています。特に低糖質だけではなく、女性に必要な栄養を考慮した食事管理が特徴であり、卒業後も自分でコントロールできるようになる点が魅力です。ライズアップウーマンは部分痩せや産後太りの解消、結婚式のための上半身痩せなど様々なニーズに対応しています。また美容マシンや美肌に導く手術も提供しており、トレーニングとの相互効果で効率的に美しくなることができます。以上のようにライズアップのプライベートジムやウーマンはダイエットだけでなく健康管理や美容にも特化したサービスを提供しています。これらのプログラムを通じて健康的な体と美しい姿を手に入れ、自信を持って日々の活動に取り組むことができます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。